大阪に本社があるエースコックと大阪府が共同で開いた発表会。今日から販売されるのは食用として流通していない未利用魚から出汁を取ったカップ麺、なにわの牛尾ラーメンです。未利用魚とはサイズの不揃いなどの理由で食用として流通していない魚のこと。今回はサイズが大きすぎて食用とされにくいハモなど、大阪湾で水揚げされた3種類の魚が使われています。試食した大阪府の吉村知事は、めちゃめちゃ美味しいですね。ありがとうございます。あの魚の出汁がすごく効いてます。魚の出汁が好きな方にはこれはもうもってこいのラーメンだと思います。子供も大好きな、ね、あのカップ麺。そう、じゃあ後ほどお送りしておきますのでよろしくお願いします、はい、これオープンで言ってますから後で文句言われないように。世界的にも魚の総水揚げ量のうちおよそ3割が廃棄されているとされ、食品ロスの一因となっています。大阪門の美味しさを味わっていただきながらも、食品ロス削減にも手軽に参加していただける商品。エースコックは持続可能な社会を目指す2025年の大阪万博に向けて、今後も食品ロス解消につながるカップ麺を開発する方針です。